テレビューをご覧の皆様、武田玲奈です。出演が決まってから漫画を読んだんですけれども、本当にこう共感するところが多くて、うん、今までの自分、10代の自分とかと比べて自分の視野が狭くなっちゃったりするところとか、すごい主人公とかの心情わかるなって思いながら漫画を読んだので、その共感したものを撮影で活かせるようにできたらなと思ってました。視野の狭さから始まるなんかこうシンドロームなのかなって思って、でメイっていう女の子にとってはもういぶきしか見えない、もう自分といぶきしか見えないみたいな世界が自分の中に落とし込めて表現できたらなって思ってました。メインキャストの4人の中で一番年上だったのが驚きで、本当に今までこう年下キャラというか普通に年下のことが多かったので、今回急にというかだんだんこう自分が年上っていう現場が訪れるようになってくるんだなって、ちょっと嫌だなって思いました。アイサちゃんがまだ高校生、現役高校生なので、アイサちゃん見てると高校生だった自分とか、あと同じ地元が近かったりもするので、ちょっと境遇が似てるのでいろいろ思い出したりしました。誰もがこう経験したことあるようなこうシンドロームが集まってたりするので、皆さんぜひ見てください。